間に合った。さて紙芝居が始まるよ。僕の町には大人気の紙芝居屋さんがいるんだ。絶対押すなよ絶対押すなよって言ってんのに押すんだよ。聞いてないよっつって。毎週日曜日に駄菓子屋の前で僕たちに紙芝居をしてくれるんだ。僕はそのおじさんのことが羨ましかった。僕は生きている中で嫌なことがあるとすぐに深く悩んで考えて毎日生きることが楽しくなかった。そんな時にこのおじさんを見ているとすごく楽しいし嫌なことも少し忘れることができた。それと同時にこんなおじさんみたいに生きていけたら人生楽だろうなとも思った。でもある日を境にそのおじさんは紙芝居をやらなくなった。僕には理由がわからなかった。のんきと見える人々も心の底を叩いてみるとどこか悲しい音がする。この言葉を知ったのは僕が大人になってから。なんか最近は紙芝居やるやつがいないみたいだな。残念だね。じゃあ代わりに俺がやろうかな。いやいや俺がやるよ。殿お元気でしたか。5月なのにまだ花見ですか。バカお前こっち来るの早いよ。